2007年ヨーロッパグランプリは2007年 F1 世界選手権第10戦として2007年7月22日にドイツニュルブルクリンクで開催された。正式名称は2007ホーミュラ1、グランプリオブヨーロッパ91929393開始9分47秒にルイス・ハミルトンがクラッシュを起こし赤旗中断となる。 約30分の中断の後、残り5分13秒で再開した。スタート直後に降り出した雨で、路面コンディションが悪化する中、まず1周目を終える際にピットインしようとした、君ライコネンがオーバーランし、ピットインできないハプニングが発生。雨がさらに激しさを増す中、3周目第1コーナーで、ジェンソン・バトンを皮切りに、ルイス・ハミルトン、エイドリアン・スーティル、ニコ・ロズベルグ、 スコットスピード、アンソニー・デビッドソン、さらに、セーフティーカーが出動した直後に、ビタントによりウッチと、実に7台が、次々とスピンして、コースアウト、デビッドソンとハミルトンを除く5台はそのまま、棄権するという異常事態となり、赤旗中断となった。ファステストラップ、フェリペマッサ1 32.853。ありがとうございます。